小田急向ヶ丘遊園モノレール線。向ヶ丘遊園モノレール線は、神奈川県川崎下幕の向ヶ丘遊園駅から、向ヶ丘遊園正門駅までを結んでいた、小田急電鉄のモノレール路線。なお、本港では同じく、向ヶ丘遊園の入園客輸送に使用され、豆汽車、豆電車と呼ばれた稲田登りと、向ヶ丘遊園、向ヶ丘遊園。 正門間の鉄道線についても記述する。向こうが丘遊園正門駅付近を除く全線が、東京都道、神奈川県道9号川崎府中線、府中街道など道路及び遊歩道と並行していた。廃止時の運賃は片道100円、往復160円と、並行路線バスの200円より安く、向こうが丘遊園への入園者だけでなく、付近住民の利用もあった。 また、向こう丘遊園の休園日である水曜日にもここから運行していたが、1999年7月に行われた最後のダイヤ改正で休園日を運休する措置が取られていた。向かい丘遊園来園者のための交通機関であったため、始発は9時、最終は18時頃であった。一編成が終日往復するのみであり、 運転間隔は10から15分であったが、他客時は8分間隔程度で運行されていた。また車庫は、青門駅側にあり、向かいが丘遊園駅での車両の夜間大白は行われていなかった。1927年、昭和2年4月、神奈川県吉樹群、向かが丘村の高台に、向かうが丘遊園が開園した。この遊園地は、最寄駅の稲田堀戸駅、現、 向こうが丘遊園駅から南に1キロメートル以上も離れていたため、入園客の輸送手段として、同年6月に稲田登りと向こうが丘遊園、正式駅名かどうかは不明感に、鉄道路線を開通させた。非電化、単線の路線を走るガソリン機関車や小型客車群は、豆汽車、薪車と呼ばれて親しまれた。その後戦時中に撤去されるが、 1950年、昭和25年3月に復活開業し、この時に製造された小型蓄電池機関車や小型客車群は、戦前の豆汽車に代わって、豆車、豆電車と呼ばれるようになった。この豆電車は、周辺道路の拡張工事のために1965年、昭和40年に廃止され、代替路線として、モノレールが建設されることになり、 翌1966年、昭和41年4月23日に、向川丘遊園、モノレールとして、向ヶ丘遊園向ヶ丘遊園専門館が開業した。この路線は、日本ロッキードモノレールが主導した、ロッキード式モノレールを、日本で初めて採用した路線である。なお、この方式を採用したのは、東路線と、姫路市営モノレール、1974年休止。 1979年廃止の二路線のみであった。車両は日本ロッキードモノレールに出資している川崎航空機工業、現川崎重工業が同社の岐阜工場敷地内における実験用に試作した車両を購入し、500型となった。このモノレールは好評で多くの利用客に恵まれた。向こうが丘遊園でウルトラマンショーが開催されると、 車両前後端を覆う巨大なウルトラマンのマスクを取り付けるなどして話題となったその後レジャーの多様化などによって車用の時代を迎え乗客は減少していった1974年の日本ロッキードモノレール車の改ざん後も自社で部品を製作するなどして保守整備を続けていたものの2000年平成12年2月13日から行われていた定期点検の際に 台車に老朽化による致命的な亀裂が生じていることが判明し、5月12日までとしていた休止期間も無期限に延期された。その後、ロッキード式という希少性から改修工事には莫大な費用をかかり、また、向こうが丘遊園の入園客も減少したことから運行再開を断念し、2001年平成13年2月1日に正式に廃止され、 ロッキード式モノレールは姿を消した。代替輸送は既存の路線バスが担うものとされ、廃止に伴う路線新設等は特に実施されなかった。さよなら運転は行われなかったものの、翌3月に向こうが丘遊園生門駅でモノレール車両の夜なら展示会が行われ、豆汽車からの74年の歴史に幕を閉じた。そして、 入園客が減少し続けた向こうが丘遊園も、翌2002年、平成14年3月末日をもって閉園し、75年の歴史に幕を閉じた。向こうが丘遊園駅向こうが丘遊園正門駅。廃止後、モノレールの駅や支柱などはそのまま放置されていたが、2002年、平成14年から2004年、平成16年にかけて段階的に撤去された。元の線路下には、 当時の橋脚を縮小したモニュメントと掲示物が置かれている。掲示物にはバラエンアクセスロードと表記されており、道路線に関する記述も掲載されている。また、向こうが丘遊園駅跡地は自転車駐輪場となった。モノレールの車両だった500型はさよなら、展示会終了後に解体されたが、豆電車時代の蓄電池機関車は、 鉄道線廃止後の1967年、昭和42年に、向こうが丘遊園の遊戯施設、フラワートレイン転用され、1982年、昭和57年の運行終了後に、同遊園地内の倉庫に生体保存された。その後2002年4月1日に、同遊園地が閉園された後は、鉄道保存団体、軽鉄協会に引き取られて、生体ありされているが、 動体保存化の計画もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。